はい、どうも、ヒロです。エバートンキャリア続きやっていきます。で、今回はワトフォード戦やっていきます。1、2の直接対決ということで、いやー、ね、前半戦の大一番かなと思いますね、今。うん。いやー、でもね、まあ、ストークまで、まあ、そこまで勝ち点離れてないので、まあ、どうなるかなんですけども、いやーね、なんとかワトフォード勝って、少し勝ち点開けて、まあ、これから独走できるようにね、やっていきたいと思います。んで、まあ、移籍に関してなんですけども、結構選手売りました。呼び戻したりしてね。キーンがスポルティングに43億円で移籍しました。で、ゴメスがフェイエノルトへ 6億円ですね、移籍しました。あと、ゴッドフリーがポルトに10億円で移籍しました、という感じですね。で、あと、モペイが、レンタルでビジャレアルに行きました。てな感じです。はい。いやーね、センターバックの人数ちょっと少なくなっちゃったんで、今ですね、4人ですね。ですね、バカ横センターバックにコンバートしてます。あとね、コールマンもしてたっけ？あ、コールマンしてなかった。コールマンのセンターバックちょっと見てみたい気もしますよね。でもね、右サイドバックいなくなっちゃうからね、ウィルソンしか。これさすがにきついんでしないですけど、うん。まあ、てな感じの選手を売りました。で、資金が、とりあえず56億まで復活しました。なので、まあ、冬にね、補強もできるかなと思います。はい。じゃあ、ワトフォード戦のスタメンなんですけども、左にマクニールで、で、真ん中アームストロング。で、今回右にスミスロー入れます。新加入ですね。で、センターハーフのとこが、デュース、バリーホールが左で、で、レースメルが右。で、アンカーのとこに、まあ、シャープネスとか、まだ黄色なんですけど、グバミ、レンタルバックで呼び戻して使いたいと思います。バカ横ね、センターバックにコンバートしてるので、まあ、グバミンがね、新しいスタメン候補で頑張ってもらおうかなと思います。で、ディフェンスラインが、ウィルソン、ワロール、ビガス、セセニョン。で、ロダークでやっていきます。まあ、代表ウィークと重なっちゃって、主力メンバーが、代表ね、呼ばれたりしてるので、まあ、ここは控えでね、ワトフォード戦になりますけど、まあ、なんとか、勝ってね、うん、独走状態できればいいかなって感じですね。まあ、勝ちにこだわってやっていきましょう。はい、じゃあやっていきまーす。いやーね、新加入のスミスローとデュースバリホール、そしてレンタル復帰のね、レンタルバックか。おー、やべ。まあ、グバミンですか。グバミンが。あー、やべ。どこまでフィットするかでしょうね。グバミンのとこがちょっと不安なんですよね。いやー、カードもらっちゃったな。いやでもまあこのカードはもうしょうがないかなっていう感じやな。止めないと。ゴールの危険性がすごかったからな。グマフィンのとこがあっちゅってもうすぐにパスミスして。ピンチ迎えちゃってるけど。危ねえ。ナイスロダーク。コースいってるっしょ。やっべえマジ。あっぶな。ここ最近失点多いからな。あ、オッケーオッケー。カーディフ、ルートン、シェフィールドユナイテッド。あ、ウエストブローム最下位なんだな。ちょっと意外だな。選手引き抜かれたんかな、めっちゃ。なんかいつも上の方にいる気がするんだけどな。あ、マジ、どうなんのか。
What do you anticipate seeing from him? Well, he's their top marksman, but he's also a great all-round player. He just has that ability to go past defenders with such ease. Hopefully we see that again today. Oh, wait a minute. They could well be in. Oh, Behima, nice. Well, what more can you say? That's goalkeeping at its very best. And there's the delivery. But a comfortable piece of defending. すんごいぶっ飛ばされたけど。大丈夫? Well, the referee wasn't going to let that go. すっごいぶっ飛ばされなかったよ。Opting for the short free kick. That's a good looking ball. Well, he has players waiting at the back post. McNeil. Thumps clear. Les Malou.うわあ、もったいない気がする。おお、マジか。おめ。こういうサッカーしたいわけ。俺が目指してサッカーこうじゃないね。おっと、おっと、マジか、危ねえ、奪えたはずだったのにな、危なかったな今な。いや、これはちょっとロダークの仕事が増えそうですね、この試合ね。いや、ナイスキーパーなんですけどね、極力減らしてあげたいよね。危ない危ない、すんごいパス交換だったな今。これはちょっと厳しい試合展開ですね。Well, for Everton, it really was a fine performance and a magnificent result in the last game against Birmingham City. How might this one go, Stuart? おーし、OK, OK! ナイス! さすが左利きのマディソン。よし、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 よし。Well, here's the replay, and just look at that power. That's almost unstoppable. That's a great strike. なんかプレー的には決定的な仕事というか、ゴール数とかはちょっと物足りないらしいんですけど、使ってる感じはそんなことないなって気はしますけどね。うん。なんかそこまで悪くないなっていう。決定的な感じは、まあ実際とは違うからな。あれやけど。ゲーム内のことだけやけど。サイドの能力が。あ、やべ、あ、くそ。切り替えがうまくいかなかった。反応が遅れちゃったよ。切り替えうまくいかなくて。いやー、速攻失点した。これビガスのとことはロールのとこの切り替えがうまくいかなかった。これこういうのが多いな、失点。なんか変にね、動かないんですよね、切り替えても。グバミに関しては別に動けてるな。お、ハンドじゃないの。うわー、外した、クソ。ディフェンスが間に入ったんか、コーナーやから。ナイスですね。お、PK だ。よし、いいぞ。誰に蹴らす?スミスローか。スミスローに蹴らすか。わからん。どこに当たったかわからん。どこに当たったんだろうな。スミスローに蹴らそっか。
オッケー、よーし、一瞬ね、ちょっと焦りましたね。まあスミスローとかの活躍が普通にね、期待通りだったら、まあプレミアには全然上がれると思うんですけども、どこかでね、うまくいかない時も来るでしょうから、そこで、まあ今控えに回っているような選手がね、活躍してくれたりしたらね、もっとチームとして強くなるんで、スミスローとかに別にそこまでこだわらずやっていけたらいいかなっていうのは補強したけど思う。あれ、ちょっと待って、危ねえ。ペトロめっちゃ早いな、一瞬の動きめっちゃ早いな。スミスローに走らして、ちょっとボール持ってこさし、まあなかなか奪われないでしょう。やべえ、そこで奪われたわあ、危ない、ナイス、ロダーク仕事すごい仕事してる。すごい仕事してるよロダーク。よしよし、オッケーオッケー。マクニール、キーナン・デューズベリー・ホール。おー、ナイス。あー、くそ、通らんかったか。ギリギリすぎたな、ボールの出すのが。やっぱ、うそ。あっちゃ。いやー、ノリッチとの試合もそうだったけど、やっぱ強いな。Well, as the replay shows, it all started with that perfectly weighted ball over the top of the back line, and there's certainly no doubt about the finish. He really hits it with power and accuracy. スペースの突き方がやっぱ上手いからパス通されちゃうんよな、寄せに行く前に。あの動き出し見習いたいな。Yes, I mean they're matching each other, attacking blow for attacking blow. Well, great read there. アームストロングが全然出てきてないな。Well, I'm hearing there's been a goal in the Blackburn game. Alex Scott, who has scored it? It's a goal for Blackburn Rovers. The defender was caught in possession just before the goal. He won't want to be watching that back. It's now 1-0 with 42 minutes played. Many thanks as ever, Alex. あと寄せが早い、やっぱりボールキープが全然できない。次のプレー考えてたらもうすぐ来てるわ。考える余裕もないな、ちょっと。よし、オッケーオッケーオッケー。オッケー、ナイス。さあ、まあ、あとはね、点取られないように、もうディフェンス頑張って、あとチャンスあればもうゴールで突き放して、勝利したいと思いますよ。ナイスシュート、ナイスシュート。オッケーオッケー。いいな、これ。サムネにいいな。うん、前半終わりましたね。オッケー。
はい、後半やっていきましょう。あ、今の時ワトフォードの本か。全然気づいてなかった。あ、やべ、ミスった。嘘、そんな綺麗に通されてどうすんの。しっかりしてくれ。てかグバミンのパスミスがちょっと目立つな。選手としては悪くないと思うんやけど、なんかパスミス多いな。やっぱオッケーオッケー、ビカスナイス。ちょっとイエローもらってるからちょっと怖いけど。あ、いける、ナイス。よっしゃ、オッケー、スミスロー、ナイス。Well, here it is again.It's an easy finish in the end, but what was the keeper thinking? That's a poor bit of defending. いいね、オッケーオッケー。ちょっとレースメルがスルーしたときは焦りましたけど。いやーね、あれ、ま、一歩間違えたらもう、ディフェンス入ってね、ゴールには行ってなかった気がするから、ちょっと焦ったね。So the current scoreline, 4-2.残してるわ。いいですね。おお、マジか、そっちにこぼれるんかい。ビガス、なんか一気に切れてるな、動きが。読みがいいな。Jean-Philippe Gabana. Can they hit on the break? On the door, a broken counter attack. Can they create something? And the cross fired over, but no real central pressure applied. Kieran Dewsbury Hall. Les Melou.デュースバリーホールってさ、名前が良くない？言いたくな、ない？デュースバリーホールって。ああ、すっごい。ビガスがなんか、キレッキレや。失点してるけど。お、フリーキックですか？選手交代しよっか。そうですね。どこ変えよっかな。グバミンに変えて、ピュアソン出そっか。で、どうしようかな。レースメルに変えるべきか。いやー、ちょっと難しいな。マクニールに変えて、タウンゼント入れて、スミスローと変えようか。ポジション。よし、これでいい。いやー、中盤の変え時が難しいな。グバミンは、まあこれからでしょう。コンディションとかも、いまいちだったんで、まあこれから変わっていくでしょう。グバミンに関しては。アウトサイドで。これで。お、なんか反応せんやけど。どうした？なんか一気に反応せんかったんやけど。反応しなかったな。ピンクのユニフォームっていいな。昔フランスにエビアンっていうチームがいたな。うわ、危険、クレバリー危険。それはでしょうね。非常に危険、今のは。
いやでも他のに比べたらまだマシな削り方っぽいけど、何がどうなんでしょうね。いまいちよくわかんないですね、基準が。Well, they must exercise caution standing off as they are. And Everton pushing forward with options available. Firing it in. Well, it's great when you can rely on your keeper. めっちゃいいシュートでしたけどね。Mario Gaspar. Wesley Hoot now.いやー、ピアソン惜しかったな、今な。いや、俺はね、苦い思い出がある。一人少ないチームに負けた記憶があるからね。おっしゃ、すんごい、一気に伸びたの、今、シュート。すごいな。今のシュートはちょっと止めねえわ。Well, here it is again. He hits this so sweetly, doesn't he?That's a brilliant goal from a top class player. これすんごかった。いやー、まあ首位攻防っていう試合なんでしょうよ。おお、キーパーナイス、素晴らしい。いやー、もう1点欲しいな。Who's gonna get on the end of it? Well, as a defender, that will suit you down to the ground. Worrell. Oh, and a perfect ball now. How about this? Not quite the clearance they were hoping for.これワットフォードは1人少なくて引き分け持っていけたらもう十分だろうな。ハンドでしょうね。さてと、ここで選手交代80分。ロドウェルをレースメルに変えて入れましょうか。で、アームストロングに変えてローを入れますか。この交代がどうなることか。まあ、タウンゼントだろうな、これはな。ちょっと曲がりすぎたんだな。ちょっと曲がりすぎた。あ、もう一回ハンドですね。OK、OK。位置がちょっと変わる。あ、選手交代ですね。デイビス出てきたよ。アストンビラからレンタルで加入してる。いや、やっぱもうちょっと外でいいんだな。でもなんか外れそうな気するよな、ストロングは。いまいちあそこもな。いや、でもちょっと微妙な差が難しいな。いや、でもちょっと微妙な差が難しいな。うわー、キーパーナイス。いやー、あえてボレーっぽく蹴ったんやけどな。おっと切り替えた選手が倒れるってことあるかお前。やべ、嘘だろ、ちょっと待て。ローは足が速い方やから。あー、くそ、やっぱなコンディションがな、いまいちそこまで高くないからキレがないんよな、動きにな。ガスパー
あ、やべ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、危ない、ナイスキーパー。あぶなかった。失点数とセーブ率の割合が合ってないっていうね、ロダークが。オッケー、勝った。ギリ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 。いや、それでも勝ちは勝ちや。オッケー。はい、ワトフォード戦勝ちまして。まあ、3点失いましたけど、まあ、チームの動き的にはね、まあ悪くないので、うん、失点ありきで、まあ考えると、まあ、いい試合というか、うん、内容的にはそこまで悪くなかったかなと思います。まあ、あと、しっかりとね、新加入の選手が点取れてるっていうのもやっぱでかいですかね。スミスローが2点決めてるし、うん、デュースバリーホールも良かったし、あと、まあ、グバミンが、まだコンディションとかの問題でね、そこまで本調子じゃないのでパスミスありましたけど、これから使ってってね、まあ、コンディション上げてもらって、まあパスミス減らしていけば、今回のような試合内容じゃなく、もうちょっと安定したね、試合内容、できるかなと思うので、うん、次回にね、また期待しておきましょう。では今回はこれぐらいで終わります。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回です。じゃあね、バイバイ。